あ、すいません。それとこれ、素焼き団子とあんこセットの2本入り、はい、これもください。虹団子買いました。虹団子、あの最初虹色の団子かと思ったら普通の団子と草団子でした。美味しい。また土手沿いを走っていきます。風が強い。日本一の焼き団子。もう書くのは自由だからな。虹団子だけど虹色ではありませんけど。虹団子、そうだよね。虹団子だけど虹色ではありません。虹団子っていう名前に騙されたことある。虹団子。いや。わざとでしょ。その手にこびりつけてるのわざとでしょ。何を？いや、わかんない。いただき。はい、いただき。マンモス。あ、柔らかそう。今フロッつったね。うん、おいしい。うん、うん、ボリュームはすごいね。うん、でかい。うん、あの焼き団子って味だね。香ばしさもあるね。うん、うん、うまい。じゃじゃーん、美味しいだろ、この小豆。何ね、豆豆してるよ、小豆。これつけてた、だからスプーンがついてたんだね。うまそう。スプーン乗っけなきゃダメだ。スプーンでポイって上に、自分でスプーンであるから乗っけて食べるんじゃない。ピュッて好きな分量で。たっぷりだもんね。こんなにあんこはたっぷりなんだよ。全部1個に乗っけちゃうから。そう、全部1個に乗っけちゃうから。つかそんな、その中に団子入れちゃえばいいじゃん。団子ごとする。うわ、伸びちょるね。団子、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 団子。
団子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 たっぷりつけてね。いただきます。おいしい。なんかさ、これあんこおいしいね。すごい甘すぎないあんこじゃない。小豆の味がすごいね。バクバク食べれてた。うまっ。おいしい、おいしい。